皆さんこんにちは。多くの人々に愛されてきた広道お兄さんこと佐藤広道さん。子供たちに大人気でテレビやイベントでも愛されている人気タレントの彼が飛び降り自殺したという情報が出てきました。一体何があったのでしょうか。今回は佐藤広道さんの壮絶な闘病生活と絶望の精神状態、そして飛び降り自殺の真相について詳しく見ていきたいと思います。ぜひ最後までご覧いただき、コメントいただけると嬉しいです。佐藤広道さんといえば、NHKE テレの人気番組、お母さんと一緒で10代目の体操のお兄さんとして12年間活躍し、子供たちの心をつかんだ人気タレントです。番組卒業後も体操インストラクターとして活躍し、テレビやイベントへの出演、体操教室の開催など、精力的に活動を続けてきました。しかし2024年6月2日佐藤さんの人生は一変します。研修会の指導に向かう機内で突然体調を崩し下半身麻痺となってしまったのです。診断結果は脊髄梗塞。脊髄を栄養する細かい動脈が詰まり、血液の流れが悪くなることで神経細胞が障害される非常に深刻な病気でした。佐藤さんは6月13日公式インスタグラムで活動休止を発表しました。今は緊急入院をし投薬とリハビリの日々を過ごしていますと現状を報告し、残念ながら有効的な治療法がないことは知っています、今は全く歩けませんと厳しい状況を明かしました。この突然の出来事にファンたちは大きなショックを受けました。 SNS 上では広道お兄さん頑張ってください、必ず回復すると信じていますといった応援のメッセージがあふれました。脊髄梗塞は非常に厄介な病気です。東京女子医科大学脳神経外科客員教授の清水俊彦先生によると、脊髄梗塞は動脈硬化のある人や不整脈がある人にリスクが高く、脱水や長時間同じ姿勢をとることでも発症の可能性が高まるそうです。症状は詰まる場所によって異なり、感覚障害や運動麻痺、排泄障害などが現れることがあります。ハイカラビデオ。最も厳しいのは有効な治療法がないことです。症状を和らげるための対症療法が一般的で、予後も人それぞれです。すぐに回復する人もいれば、恒久的に麻痺が残る人もいます。しかし佐藤さんの闘病生活には希望の光も差していました。それは大学時代からの妻久美子さんの存在です。日本体育大学体操部の同級生だった久美子さんは、佐藤さんの長いリハビリを献身的にサポートしました。また医療従事者の方々の懸命な努力も佐藤さんの回復に大きく貢献しました。リハビリを担当した作業療法士や理学療法士の皆さんの献身的なケアが佐藤さんの回復を支えたのです。そしてファンの皆さんからの温かい励ましの言葉も佐藤さんに大きな力を与えました。全国の自治体、幼稚園、保育園、子ども園、学校関係者の方々からもたくさんの応援メッセージが寄せられました。こうした周囲の支えと佐藤さん自身の強い意志が実を結び、驚くべき回復を遂げることになります。入院から約2ヶ月後の8月20日佐藤さんは退院を報告しました。インスタグラムに投稿された直筆のメッセージにはこう記されていました。医療従事者の皆様、リハビリをしてくださった作業療法士、理学療法士の皆様のおかげで奇跡的に歩くことができるようになり、無事に退院することができました。この報告に多くのファンが喜びの声を上げました。SNS 上では奇跡だ。本当に良かった。広道お兄さんの強さに感動しました。といったコメントが相次ぎました。しかし佐藤さんの戦いはまだ終わっていません。退院後も下半身の麻痺やしびれが残り、失ってしまった機能もあるため、一般の方々のような歩き方はできませんと現状を説明しています。通院リハビリと自宅リハビリを続けながら社会復帰を目指して頑張っている最中です。佐藤さんの奇跡的な回復は医学的にも注目を集めています。脊髄梗塞からここまで回復するケースは珍しく、担当医も奇跡的な回復だと思いますとコメントしています。この経験を通じて
佐藤さんの人生観も大きく変わったようです。以前のインタビューで限界まで続けたいと語っていた親子体操への思いも新たな意味を持つようになりました。今では自身の経験を生かして障害を持つ子どもたちや大人たちにも体操の楽しさを伝えたいと考えているそうです。佐藤さんの回復と前向きな姿勢は多くの人々に希望を与えています。特に同じような病気や障害と戦っている人々にとって佐藤さんの姿は大きな励みとなっているようです。 SNS にはひろみちお兄さんの回復を見て私も頑張ろうと思いました、諦めないことの大切さを教えてくれてありがとうといったコメントが寄せられています。また佐藤さんの経験は脊髄梗塞という病気の認知度向上にも貢献しています。これまであまり知られていなかったこの病気について多くの人々が関心を持つようになりました。ハイカラビデオ、予防法や早期発見の重要性についても注目が集まっています。佐藤さんは現在社会復帰に向けて着実に歩みを進めています。テレビ番組への出演やオンラインでの体操指導など少しずつ活動を再開しています。その姿は多くの人々に勇気と希望を与え続けています。1日でも早く社会復帰ができるように頑張りますという佐藤さんの言葉には強い決意が感じられます。そしてその言葉通り佐藤さんは着実に回復への道を歩んでいます。最近では佐藤さんの回復過程を追ったドキュメンタリー番組の制作も決定したそうです。この番組を通じて佐藤さんの闘病生活や回復への思い、そして周囲の支えがどれほど大切だったかがより多くの人々に伝わることでしょう。しかし佐藤さん本人の心境は想像を絶するものでした。独占インタビューで佐藤さんは入院中の絶望的な心境を赤裸々に語っています。入院中はもう僕はダメなんだ、治らないんだ、一生車椅子生活なんだと絶望して一時は抜け殻のような状態でした。さらに衝撃的なのはいっそ飛び降りてしまおうと思ったことがあると告白したことです。常に明るく元気な姿を見せてきた佐藤さんですが、病気との戦いの中でこのような極限の精神状態に追い込まれていたのです。この発言が一人歩きしてひろみちお兄さんが飛び降り自殺したという噂が発生してしまったようです。これまでにお伝えした通り佐藤さんは壮絶な闘病生活を乗り越え奇跡の回復を見せリハビリを続け、テレビ出演やオンライン体操指導に向けた社会復帰を目指しています。いかがでしたでしょうか。佐藤博道さんの回復はまさに奇跡と呼ぶにふさわしいものです。しかしその奇跡は決して偶然ではありません。佐藤さん自身の強い意志、医療従事者の献身的な努力、家族や友人、ファンの支え、そしてこれまでの健康的な生活習慣が組み合わさって生まれた結果なのです。最後に佐藤さんの闘病生活を支えてくれた妻久美子さんのエピソードを紹介してこの動画を締めくくりたいと思います。実は入院直後に立てた最初の目標があったんです。それは妻との結婚記念日である11月までに退院することでした。ところが驚いたことに妻の誕生日である9月までに退院できたんです。目標を大幅に前倒しで達成できて本当に嬉しかったですね。佐藤さんは続けてこんな微笑ましいエピソードも披露してくれました。毎年の結婚記念日には妻にダイヤモンドのネックレスをプレゼントするのが恒例だったんです。ところが以前妻がそのネックレスをなくしてしまったことがあってと笑いながら語り、今年のプレゼントはまた別のものを考えようかなと思っていますと付け加えました。30年間連れ添ってきた妻にとって病気を乗り越えて笑顔で語る夫の姿こそが何者にも代え難い最高のプレゼントなのではないでしょうか。佐藤さんの言葉からは妻への深い感謝の気持ちとこれからも共に歩んでいく決意が感じられました。佐藤博道さんのこれからのさらなる回復と活躍を心からお祈りしています。今回の動画の感想や扱ってほしい話題があればコメントいただけると嬉しいです。そしてこの動画が良かったら高評価、チャンネル登録よろしくお願いいたします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。最後までご視聴いただきありがとうございました。